本当に確かなネタなんだろうな。ここまで来といてまだ疑うわけ？そうじゃねえが、ちょっと話がうますぎないか。警備員が希少なガニ目でゲリウスを横流し、取引は今夜。現れるのは密輸で手配されている商品組とその一味、そいつらを一網打尽と。え、簡単なお仕事じゃない。だがな、うまい話には必ず裏があるんだ。ないわよ、裏なんて。どうも嫌な予感がしてならねえ。左に同じ虫の知らせってやつか。あんたたちってお金嫌いなわけ？300万ウーロンだったっけ、そのなんとかってやつの賞金。パトリック・ジョンソン44歳、金製品、それも生き物専門のブローカーよ。300万か。確かに今の俺たちにとっちゃ喉から手が出るほど欲しい金だ。はいはい、くちゃべってる時間はないわよ。嫌ならビバップに戻って留守番でもしてなさい。その代わり、もちろん賞金は私が独り占めするとさ。ああ、わかったわかった。好き勝手やられて賞金を不意にしまったら元も子もないからな。決まりだな。裏口から逃げられたら笑い話にもならねえ。ここは二手に分かれよう。じゃあ俺はこのまま行くわ。面倒なのは賞に合わないんでね。いいだろう、俺とフェイは外から回り込む。いいわね、雑魚は虫よ虫。狙いは300万。ああ。夜遅くまでご苦労さん。ああ、 なんだてめえは。通りすがりのカーボーイ。何？働きすぎは体に毒だぜ。
Mm-hmm.